日本共産党の府会議員団と予定候補者を代表いたしまして一言決意を述べたいと思います。ありがとうございます。日本共産党議員団の誇りは住民の皆さんと、そして市町村議員団の皆さんと常にネットワークを組んで実態をつかみ、そして調査をして、それを運動にして、その実現のために議会で追及し住民要求を実現するところに真骨頂があるというふうに考えています。特にネットワークという点では、この間有害鳥獣がひどい、さらに米価暴落がある、こういう声を受けて、そうした中で TPP に参加をするのはとんでもないという声があふれていました。このため丹後や南部から先日京都府庁にたくさんの方が押し寄せてこられました。ちょうどその日に府会議員団は知事宛に TPP への参加をやめるよう申し入れること、また京都府として米価下落対策支援することを申し入れました。そしてそこに丹後から来られた方々が、ちょうどその日午後から決算特別委員会がありましたので、その傍聴にも参加をいただいて、上京区選出の佐古議員が鋭く追及するのを多くの皆さん見守っていただきました。このように住民の皆さんとしっかりとスクラムを組んで頑張る日本共産党議員団です。このことは子どもの医療費無料化制度も知事選挙を通じて拡充の方向を示すということになり、住宅改修助成制度もあと一歩というふうになっています。それだけに来年の府会議員選挙で何としても押し上げていただいて、これら住民要求で貸し取る寸前まで来た政策実現したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、この9月議会で定数が1増3減となりました。この時にオール与党が党利党略で減らすのはけしからんとして、私ども議員団は定数削減でなく給料報酬の3分の1をやるべきではないかと積極的に提案して戦い抜きました。残念ながら定数は減らされることとなりましたが、その結果を受けて私左京区ですけれど、左京の梅木副団長と私と一緒になって左京一円を宣伝し、また府会議員団としても全戸配布を左京に巻いていただきました。また左京地区委員長を先頭に定数が5から4になっても何としても2人取るんだとして頑張り抜いていただきました。こうした中、民主党の2人目の予定候補がおじけづいて立候補を断念するということになり、また公明党の現職は厳しい選挙だから出られないとくら替えすることを先日発表いたしました。皆さん、厳しい選挙には間違いありません。しかしここにあるのは住民の皆さんとしっかりスクラム組んで、どんな状況でも勝ち抜く暮らしの願いにしっかり応えて頑張る党の値打ちを語り広げれば必ず勝てることを示しているんではないでしょうか。そういう立場で来る選挙を全力を挙げてまいります。とりわけ北区の新井団長や伏見区の松尾前団長重鎮が交代される、この点でも大きな課題を抱えた選挙になります。だからこそ北区や伏見で新人への交代は当然のこと、新たに前回落とした選挙区でも何としても奪還し、現在11議席を15議席以上勝ち取るために力尽くします。どうぞよろしくお願いします。